こうやって食べる。はい、ご飯少なめでお願いしますね。今日いっぱい食べていいんじゃないね。いやもう、でも途中なんか、うん、今日ね80キロ超えるとね、もう脳に栄養がいかなくなってきた。ふらふらしてきた。いや、痩せるために言ってんだから。いや、パンでも買おうと思ったらね、お金がなかった最後。もう遠くに行かんやん。新しい道を通るためにね、賢くなる。道路あるんだから、わざわざそんな遠いところまで行かんでもいい。頭が良くなる。良くない、良くない。もうちょっとで軽井沢に行く。寄居から軽井沢に行くのが意外とあれだ。近いんじゃね、ね。うん。2時間半かかかる。高崎。はいはいはい、水白朝6時に行けばね、昼にはもう着くよ。でも、好き合いが高いけどね。あれが、鈴木さんにで、いつも遠いとこだったりしよったら、なんで今、6時以上、ああ、お父さんの50の、あれが50やったんや、やってないよね。うん、自分の撮ってて最初から。サーモンが美味しいやろ。うん、もう食べていいよ。あ、ご飯ください。うん、キュウリも食べないと。
味噌汁は美味しいよ。本当ね。赤だしじゃないけど。いりこのだしやから。わかめが美味しいやろ。わかめ。うん。美味しい。刺身が美味しい。今日新鮮なほら、ブリマレーツ。ヨークマートが美味しいよ。ヨークマートが刺身。昨日言ったけどね。マレーツよりね、ヨークマートが美味しい。あ、ごちそうさま。お茶はほら、そこにお茶っぱが入っとるから、ただ見るはい。僕2杯食べたっけ、味噌汁。いや、いっぱいよ。あ、じゃあ、ください。2杯も食べんでええって。いや、もうやめとき。いや、いいよ、もう。寝る前に食べ、飲むんじゃったら。そんないっぱい飲んだらいけんって、いっぱい。僕もう寝るから。そんなにもう、刺身ないんですか？ないよ、そんな。熱いね、ほんま。はい、ごちそうさまでした。はい、味噌汁、はい。はい、まあ食欲があるからいいけど。柿を切って。うん。この柿美味しいよ。今日は横浜まで行ったから、ごちそうさまでした。今日は SD カード忘れた。